はい。これありなんですか？ありです。緊張してる？はい。はい。その弁当ってさ、オプションでいくらすんの？むしろ予想通りすぎてビビる。あっちはどうなの？子持ちの彼。この後保育園に迎えに行く。やっぱ母親欲しいよね。華々しくデビューした作家さんがどうしてレンタル彼女をしてるのか。そこを癒してあげるのが私たちの仕事だからね。この仕事向いてないかも。怒ったり泣いたり、感情が忙しいやつだな。